松田和俊の島唄レディオ。はい、サイクスよ中華旅ラカーズこと松田和俊です。はい、タイサリーです。はい、サイ昨日ちょっと寒かったんだけど今日から、うん、あの、ね、天気が良くなってね、いい天気ですね、うん、暖かくなるっていう話聞いてたんですけども、はい、今日は23度ということでね、すごい暖かいね、暖かいよ今日、うん、もう春ですね。春なのにですよ春なのにですねあれ先週でした、先週くらいでしたかね、この歌が分からず何だったかねってね、一生懸命考えましたね。僕の春の歌はもうこの曲なんですけど、ねまあ、でも春と言いますとね、やっぱりこの別れであったりまた出会いでもあったりするじゃないですか、うん、はいはい、いろいろ、ね、知り合いの子供が、うん、なんか今保育園のシステムが変わってるみたいだね。あ、そうなんですか。なんかもう入れないみたいな感じ。あー、いっぱいしてて、うん、なのかわからないんだけど、待機児童的な、今まで保育園に入ってたんだけど、うん、で幼稚園に行かず、うん、保育園そのまま預けようと思ってた母親がいて、うん、で普通に大丈夫でしょってやってたら、もう終わりですよって言われて、うん、普通預けられるじゃないですか。あ、そうなんだ、はいはい、でなんかもう入れなくて、うん、結局この保育園から別の保育園に移動したんですよ。あ、そうなんですね、うんうん、で今までね、ずっと友達だった、はいはい、ね、多いこっちの保育園の方がいいけど、うん、もうこっちはちょっと入園できませんって言われて別の保育園に行って、今までいたのに、いたのによ、うん、でこの保育園の先生も大丈夫ですよって言ってたわけよ、うんうんうん、でそれがもう急にできないって言われて、へー、でもう急いで探したら別の保育園探したんだけども、まあ幼稚園の代わりに保育園に行かすつもりだったので、はい、次はまた小学生になるわけよ、うん、でもう一時的に探した保育園がこっちはもう第二小学校に行くわけよ、はいはいはい、だけどこの保育園移動した子供は小学校は北多摩小学校に行くわけ、うん、だから保育園が移動して友達がいないさ、はいはい、やっとで1年かけて友達をできるんだけど、小学校行ったらまた別の小学校に行くから、また小学校、うん、かわいそうじゃんっつって、大変ですね、幼稚園行かしたいんだけど、うん、だからこの子供を見る仕事、うん、見れないと、うんうん、週末とかね、うん、だから保育園なのに、はいはい、だから保育園がこんな、なんか今最近とっても難しくなってるって言われてね。あ、そうなんですね、うん、なんかでもいろいろ問題ありますよね、待機児童が多かったりとかね。そう、なんかこれ最近らしいよ、この法廷みたいな。あ、そうなんですか、ええ、うん、だから確かに聞いたことないですね、昔はね、うん、だからなんか結構タイムラインとかフェイスブックに保育園ダメでしたみたいな、うん、なんか投稿がたくさんあったんですよ、うん、そこ多分最近からじゃないかなと思うんだけどね。保育園、子供がね生まれて保育園仕事もして保育園無理って大変ですよね。そうだから仕事をできないやりづらくなってるわけよね、大変ではあるよね。確かに、うん、保育士不足とかなんですかね。なのかな、うん、ちょっとこの法案自体も僕も詳しくは分かんないのでね、うん、何か皆さん分かる方がいましたら教えていただけたらなと思いますよ、ね、はい、さあ、この番組は、キャンパスレコードの提供でお送りいたします。
ズーの島歌ラジオ。さあ、カズーの島歌ラジオ FM 講座のスタジオから松田和俊とサリーでお届けしてますよ。さあ、まあ先ほどあったかいという話しましたけども、うんうんうん、プールに通いたいなと。プールですか？プール。おう、最近もうジムも行ってないので。あ、ジムやめたんですか？ジムやめて引退。早い。もうスポーツマンシップに乗っ取っては引退したんで。あ、そうなんですね、早かったですね。早かったですね。結構続いて2ヶ月ぐらいですかね。あ、そうなんですね。頑張ってたんですけど、はい、もうプールで有酸素運動しようかなと、うん、あ、はいはい、いいですね、思ってたんですけど、うん、やっぱり冬場だと温水プールになるので、うん、ちょっと高いらしいんですよ。あ、そうなんだ。はい。で、ちょっとこれが冷たい水でも、うん、我慢できるような季節になってから行こうとは思ってるんだけど、うんうんうん、いいみたいよ、プール有酸素運動。いいって言いますよね。ひたすら歩くみたい、うん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 、僕の場合はひたすら泳ぐだと思うけどね。あ、いいですね。どこのプールですか？県層ですね。あ、県層プールあるんだ。プールあるんですよ、今だから温水だからちょっと高いみたい。あ、そうなんですね、今はね、うん、あとバドミントンもやりたいんだけどね。あ、いいですね、体動かすのいいですよね。いいね、うん、ね、まだ続けてますか、ジムとか？ジムは最近ね、私もサボり気味で、うん、あんまり今週も先週も行ってない、全然行ってないですね、私もね。そうだよね。はい、そういうもんなんですよ。そうなんですね、うん、そんなもんなんです。で、やっぱりこのか継続は力なりっていうけど、うん、結構そういうのって一応大変じゃないですか。そうですよね、地味に。で、まあ、僕らの三振の稽古なんかもそうなんだけど、うんうん、やっぱり僕が教えてるね、マッキーヤ君、金石君、平川君、うん、で最近から横田さん、はい、もう定年退職するぐらいの年齢の方がいらっしゃってるわけさ、うんうん、で結構熱心にこの方も勉強してるわけ。一応もう僕よくかなり先輩だから、はい、教えるのも難しいんだけどさ。そうですね、どういう話し方すればいいのかなって、ね、そう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 。でその横田さんは僕に先生って言うわけ、うん、もうすごくなんか気まずいわけさ。なんとなく旗から見たら横田さんが先生みたいな。そうなんですよ。だからちょっと困るんですけど、うんうんうん、でその4名がまあ火曜日に来るんですけど、うん、で牧屋君の方がちょっと仕事場がお店ごと移転するっていうことで、うん、はい、結構毎日残業続きで。魚屋さんでしたっけ？そうそうそう、うんうん、魚屋さんが茶谷に移動するみたいなんですけど、はい、毎週ちょっと残業でちょっと来れないと、うん、で昨日 2,3 週間ぶりに来てたんですよ、うんうん、でまあしかも稽古終わってからよ。終わってからまた来たんですか？稽古終わって、はい、これなんか帰らんさ、はいはい、毎回言ってるけど、うん、僕はもうそこからもう今日ここまでってありがとうございましたってなったら、うん、普通はみんな三振片付けて、うん、普通の研究所だったら、うん、そのままありがとうございましたって帰っていくもんですよ、うん、はい、ね、うん、こいつらは僕の冷蔵庫とか勝手に投げて刺身さばいたりとかなんかいろいろするわけ。はいはい、ね、うん、で稽古終わってるのに、うん、こったがまた稽古し始めるわけ。あ、まあでもそれはいい傾向だと、うんうんうん、でやっぱり継続は力なりだから、うん、逆にこのお前なんかだけ同士でこの切磋琢磨しながらやるのもお前は一つの勉強だよと。そうね、自主練的なね、うん、で僕は酒を飲みながら、うん、こいつらのなんかあれを聞くわけさ、話を聞いたり、うん、歌を聞いたりしてるわけさ、はい、したら牧屋くんが、うん、そういえば師匠って言うから、うん、どうしたのって言ったら、横田さん久しぶりに稽古来てるんじゃないですみたいな、うん、嘘つけ、お前が来てないんだろみたいな。こいつが 2,3 週間休んだのに、はい、うん、横田さんが久しぶりに稽古来たと思ってるわけ、うんうん、違う違う、お前が来てないだけだからねっつって。天然ですね。そう、これね、久しぶりに見ましたと。でそれをツッコミを入れて、久しぶりに見ました、そりゃそうだわ。でも本当にこいつはバカなんですよ、ちょっと頭の方がね。面白いですね。で、この平川君と2人で、うん、ちょっと金志君は最近入ったばっかりなので、うんうん、まあ僕教えた曲っていうのはもう本当に少ないんだけど、うん、そしたら牧屋君が平川に、あの曲覚えてます、この曲覚えてますって、もう結構前に教えた曲を2人で弾き始めたわけ、うん、したらこれなんかほとんど忘れてるわけ。あれ？自分も、うん、ここまで覚えてないもんなのっていうぐらい、うんうん、ほとんど覚えてなかったわけ、うん、で一応これなんか月謝いただいてるので、僕は、はいはい、月謝いただいてるから、この僕の技というか歌を教えるじゃないですか、うん、
だけど覚えてないったらただの本当もったいないゲストだよね。もったいないですね。ね、うん、あれはびっくりしたね、うん、忘れちゃってるんだ。まあ何回かやっていくとだんだん思い出していくんだけど、いや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 みたいなでも弾かないとね、だんだん弾かない曲はね、まあ、確かに忘れていきますけどね。そうね、うんうんうん、だけどそれは僕らっていうのは何百曲とかも分かるからじゃないですか、うん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 、曲数はもう半端ないじゃないですか、はい、これなんかに教えたの多分20曲ぐらいだったと思うわけ、はいはい、それしか弾けないとやばいよねじゃあもう今習ってるのしかお家とかでも弾かないですかね、多分ね、練習してるんですね。まあだから自分は昨日で気づいたわけ、うん、あ、これなんかお家で練習してないなとね、はい、だから継続は力なりって言葉はこいつらには合わないなと、うんうん、合わないな。昨日初めて僕は分かる。あ、そうなんですね。そうそう、だから僕のこのハートの T シャツ今傷ついてるんですよちょっと破れてるんですけど、今日の T シャツすごいショッキングピンクのハートがど真ん中にドーンってありますけどね、そうなんですよ。傷ついちゃってますね。傷ついてる僕のハート、ボロボロですね。ボロボロなんです今まで教えてきたのは何 だ、うん、何だったのかと。いや大変だね。まあ、うん、まあまあ忘れるのは分かるけどさ、うんうん、一応月謝払ってね、うん、習ってるんだから、うん、覚えた方が絶対いいよ ね、 そうですね。せっかくお金払ってるんだから、うん、もうコツコツ頑張らないといけないです ね、 ね、またね。1日1回でいいんだよね。あ、はいはい、1日1回じゃあ今日はこの曲、うん、明日はあの曲とか弾いてたら忘れないじゃないですか。確かに、うんうん、そうですね、うん、そうなんですよ。ラジオを通じてね、うん、今アドバイスしてるんですけどね、はい、彼らに聞いてますか横田さんはもうクンクンし見てからしか弾けないんだけど、うん、なんかやっぱりあの定年退職したのか、うん、やっぱ時間があるのかわからないけど結構弾いてるみたいで。ああ、やっぱわかるんですね、うんうんうん、やっぱり先週と今週比べると全然違ってるから、うん、あ、この人はすごい練習してきてるなっていうのがわかる。努力家なんだ、うん、そうなんですよね。私も頑張らなきゃな、うん、私も頑張らなきゃ私も頑張る、はい、じゃあ一曲いきましょう、はい、松田和俊チリビチな国どうぞ。日々から戻りじゃなまがいすがちよ、うびじはちさしやのごんのざと、
ひじゃうな。いはとたりかろとさよいそなん。山越し小市場の日本じゃ。びこまじりやらかりな。のごの里。島唄レディオ、カーズの島唄ラジオ FM 小座のスタジオから松田和俊とサリーでお届けしてますよ。今サリーからね、うん、曲流れてる間に質問があったんですけども、はい、そうなんですよ。私この島唄ラジオをやらせてもらってもう多分2年ぐらいになるんですけども、はいはいはい、この一番最初の時って、うん、確かカーズさんそういえばミニ四駆の話ばっかりしてたなと思ってそれを思い出して、ええ、もう ミニ四駆暇さえあればミニ四駆をいじってね、うんうん、ミニ四駆走らせてたじゃないですか、はいはいはい、もう完全に熱冷めたんですか。もうそうそう完全に冷めましたねしかもいきなり急にですか。急にだろうね小学生とかたくさんいるんですよ、うんうん、日曜日とか行くとね、はいはいはい、で日曜日の午前中は、うん、大会してるわけ、うん、でその終わった後に、まあ、僕が出て、うん、大会に出るつもりもなかったから、はい、まあ、終わった頃にまた走らせに行くわけよ、うん、したらいろんな小学生とかが走らしてるさ、はい、走らしてるそばで俺もバッと走らせて勝負とかするわけ、うん、したらもう絶対勝てないわけよ。へえ、強いんだ。これ自分たちでみんなあれですよねこうなんていうの 分解してカスタムして速くしてるんですか。じゃないかな、まあ、そんな昔 の, ミニ四駆みたいに、うん、この車体のフレームに穴開けて軽量化とか、うん、そんなの今する必要ないんですよ。ああ、もう軽いのがあるんだ。もう、うん、とりあえずもうただ組み立てたら早いんだけど、うん、あとモーターの、うん、このモーター鳴らしっていうのがあるんだけどね、はい、モーター鳴らしとあの噛み合い方、はい、これはもうだからあれだわけよ、買ってみないとわからんわけよ。ああ、そうなんですね。もうその状態がいいミニ四駆をあたりで買ってしまうと相当速いわけさ、うん、へえ、あとはモーター次第、うん、であともうこのなんでコースチェンジの時に大体コースアウトするんだけど、うん、でそこら辺にこのローラーのこのミニ四駆ってまっすぐしか走らんさ、はいはいはい、でこのカーブの時にこのバンパーについてるローラー、うんうんうん、あれでカラ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 ってあれでスピードを落とさないようにマーカっていくようになってるんだけど、うん、はいはい、あとローラーのもうあれだね、これがもう何でも滑らかさ、滑らかでも、うん、でも勝てなかったね。僕ネットとか超調べたんだけどでモーター鳴らしのやり方とか、うん、いろんなパーツ買ってきて、うん、相当お金かけたミニ四駆が、うん、もう小学生にボロ負けして以来、以来言ってないだろうね、心が折れちゃったんですかそうなんですよ。まだ一応あるんですかそのお家には。2台置いてはあるけど、うんうんうん、もうどうしようかなと思ってね、全く触ってない、触ってないね、埃かぶってるね多分ね。そうなんですね。ヨドルフさんが、うん、ミニ四駆は置いてあるんですかカーズさんって。そう、一応スタジオのスピーカーに2個置いてはあるけどね、うん、なんでヨドルフさんもミニ四駆するのかね、かな、うん、うん、ツイキャスも来てますねはいはい、はいはい、こちらね、先ほどウルドルフさん、うん、今日も楽しく車の中で聞いてますよ、大阪も20度ですよって。 あったかいね。ね、あったかくなってますね、うんうん、はい、そしてカズさん自分引退ですね、うん、そして素晴らしいお弟子さんたちですねって。いや素晴らしくはないけどねいやでもカズさん愛はすごいですよねみんなで。あ、もうそれやってくれるねすごいですよね、ありがたいことにね、うんうん、そして大塚健二さん、あ、昔母があんたはやればできる子なのにやらないからできないんだよって言われたのを思い出しました、うん、ジムは2ヶ月三振は一生ですねって。そうね、うん、そうなんですよね。そう言われるね、やればできるのにやらないからだよってね、うん、よく言われたねよく言われましたね、うん、まあやればできる子なんだけど、うん、やればできる子だからこそやらないんじゃん、うん、そう、や別にやってないだけだよみたいな、うんうん、やろうと思えばできるんだけどねっていうね、そうなんですそれでずっとやらないという、うん、まあダメダメなんだけどね、
はい、いますね、はい、ありがとうございます。ではでは1曲、こちらフォーシスターズの皆さんですね、うん、フォーシスターズで何か曲か、中里節あたり行ってみましょうか。はいはい、中里節何番だろう、何番かな、中里節は何番かな、さてさて、ありました。ではお聞きください、フォーシスターズの皆さんで中里節どうぞ。Oh, no.
ーズの島歌ラジオ。さあ、カーズの島歌ラジオ FM 講座のスタジオから松田和俊とサリーでお届けしてますよ。サリー民謡、まあ、やってね、うん、はい、長いと思いますけども、もう今、まあ、お亡くなりになった先輩方たくさんいらっしゃるじゃないですか、はい、どなたとお会いしたかったです？あ、一番。そうですね、カデカル臨床さんとか。僕も同じ、うん、カデカル臨床さん生で聞いてみたかったですね。そうそうそう、うん、生で俺も聞きたいぞって思ってたんだけど、うん、僕らの世代だとギリギリ上り川成人さんは同じステージで何度か共演し、はい、まあ、一緒に歌ったとかじゃないけど、うんうん、まあ、その同じステージでいろいろコンサートとか一緒になったことはあるんだけど、うん、もうカデカルさんはもうその前にね、うん、やっぱり亡くなっていらっしゃったので、うん、お会いできなかったんだけど、本当生歌聴きたかったね。そうですね、うん、聞いてみたいです。あと糸数亀さんとかね。あ、この間なんかあの音楽村でね、はいはいはい、まあ、動画とか あったんだけど、見てたらやっぱり、はい、あの方は、うん、あの歌者というよりかは、うん、もう芸人ですね。あ、芝居とかもやってたんですか？芝居もやるし、うん、まあ、踊りもやるし、うん、で歌三振はもちろん、で琴奏者でもあったし、うん、すごい、で空手家でもあったんですよ。へー、何でもできる。そうそう、だから本当にもう人生本当に芸事だけやったんだろうね、うん、いろんなことを極めた方だったので、やっぱりちょっとお会いして生で見てみたかったよね。そうですね、そういう先輩がたくさんいらっしゃるよね。はい、確かに、うん、沖縄の先人の方々すごいですよね。すごいね、芸がね、うん、僕らも言われるようになるのかな、あと100年ぐらいすると。あ、なるんじゃないですか。100年は言い過ぎ、言い過ぎかな。100年は、うん、そうですね、うん、あと50、80年とかくらいになるのかな、うん、それは松田和俊生で聞きたかったなってから、うん、言われたいね。言われたいですね、今のうちに写真もたくさん撮っとかなきゃいけないですねそうなんですよ、だから音楽村やってるから分かるんですけど、うん、あの資料が多い人はもうズバ抜けと多いんですよ。あ、そうなんですね。一番多いのは多分レコード録音物だったら多分カデカル臨床先生さんは多いですね、うん、一番、はいはい、で野暮川成人も多いんだけど、うん、やっぱりカデカルさんの方が量多いんじゃないかな。あ、そうなんですね、うんうんうん、で写真とかその書籍とか、うん、そういうのはやっぱり一番多いのはテルリンさんかな、うん、凛介さん多いね。あ、そうなんですね。多い、一人で音楽村いっぱい展示できるから。あ、すごい。でなかなか一人だけの資料でこの音楽村を全部いっぱいにするっていうのはいないですね、なかなか。うん、それだけね、いっぱい書籍とか資料がないとできないってことさね、はいはいはい、だから千奈定飯さんは少ないですね。あ、そうなんですか。うん、あんまりなんか録音物もないし、うん、ないです。写真とかもほとんど。でも貼られてはいますよね、うん、何枚か。何枚かはあれはするんだけどね、うん、少ないんだ。少ないね、まあ、時代なのか分からない。この上り川成人さん、うん、ガデカル臨床先生の、うん、もう少し上さね、うん、だからちょっとあれなのか。あ、そうかもしれないですね、うんうん、でもちろん金城牧匠さんなんかも、うん、ほとんど録音物もないしね。あ、そう、やっぱりレアな方はもうレアな方なんですね。映像とかもね、そうない方もいらっしゃいますもんね。だからそういうのってなんか掘り起こしていきたいよね。カズさん、あれですね、もうあと何年何十年かしたら本も書いた方がいいんじゃないですか。本はもう書いてるよ一応。あ、書いてるんですか。本はもう書いてるよ書き始めてるんですか。もうやっぱり僕ぐらいになると本ですよね。楽しそう、カズさんのはあ、絶対なんか笑うポイントいっぱいありそうまああの日本語がまずおかしいから日本語やったからちょっとあれなんですよね、うん、敬語の使い方もよく間違えるんですよね。あ、確かに。なんかこう方言でいつも喋るね、うん、方言でいつも喋ってるけど日本語でなんて言えばいいか分かんないのとか多いですよね。あるあるある、うん、あるね。そういうのは難しいね、うん、さあさあさあ、ツイキャスも、はい、こちらアルファウィングさん、うん、どうも、ハイサイ、今週も配達したり事務処理しながら聞いてますよって。お、ありがとうございます、はい、お仕事しながらね、いつもありがとうございます、うん、頑張ってくださいね、はい、そして青の軍団さん、うん、はい、サーリー女教師っぽい。女教師って言うんだけどね。あ、女教師まあ間違いではないけどまあまあまあ、なんかいいよってまた変な目でしか見てこないもんだから青の軍団さん。青の軍団さんそうそうそう、この青の軍団は何かのチームのあれだっけ。いや、
青の軍団っていう、うん、あのラジオネーム、それは知ってるけどあの例えば広島カーボったら赤ヘル軍団とかあるさ、うん、あそうなんですかね、何かあるんじゃない、どっ か, ち、ああかチームのなんか、あでもラブって書いてます、なるほど、うん、じゃあどっかのチームが青なんじゃんかもしれないですね、そうなのか青の軍団さん、うんうん、そうなんだよね。そしてルドルフさんがカズさんあと50年後かもですよねって、あと50年、50年か、うん、90歳、俺90歳、まだまだ大丈夫じゃない、うん、ま、90歳ではいけないんじゃない、俺うそ、こんな生活してて してるしっていう人が意外に生きてるんじゃないでもあのいい人ほど本当に早いよね、あー確かに、悪い人だけがなんか生き残るようなさはい、はい、なんだろうねあれね、世の中ね、なんでですかね、本当映画とかでもなんかねそんな感じですもんね、そう悪い人強いですよね、強いんですよ多分こう精神力とかこうなんか強いんでしょうね、あるんだろうね、うん、はい、でも楽しみですねこの50年後とかね、そうね、どうなってるのか、もう世の中自体もいろいろ変わってるだろうね、うん、年金なんかもらえない時代かもよ、怖いな、ねえ、うん、わかんないですけどね、はい、さあさあじゃあ行きましょうか、うん、サリーの新作でも行きましょうか、はい、二見城和がいいですか、どっちがいいですか、二見城和もう歌ってましたっけ、私歌ってないですね帽子クマが新作ですね、はい、どっちにしましょうか、じゃあ帽子クマにしますか、この間新作だったので、はい、はい、それではお聞きください、帽子クマ、you
靴見つかった見つかったああさっきなんか番組前にあの、うん、FM 小座のスタッフの靴を隠すという、はい、マイホームね、うん、マイホームマイカー確かにね憧れますよねでもマイホーム、うん、マイホーム欲しいねマジね、うん、欲しいですで も、でもサリーももうそろそろ買わないと、うん、あれじゃないですそろそろ買っていた方がいいですかねだって30年ローンでしょ大体、うん、でしょそしたら、うん、もう60前ぐらいかでしょ、うん、60ぐらい僕70歳超えるんだよ今買ったもうそろそろですねあ、うん、だから僕もちょっと慌ててるんですよ、うん本当にね、確かに、うん、マイホームでも頑張ってね、 そうですね、もう払い終わった時にやっとでそれからもう、うんうんなんだろう自分の幸せというか、はい、もうこの時には子供たちも大きくなってるし、うん、そうですねあ、うん、そうなんですよ、まあ、そういう、ね、時にはまた私のライブにまたいらしてくださって、うんはいね、もう75とかなってますけどあそうだね私でもその味があってねその時はまたいいかもしれない、うんそうねこの子供の子育ても大変だからねお金かかるしねそっか教育ローンもあるのか教育ローンってそもそも何教育ローンって、うん、この子供の教育費のために借りれるお金なんですかねなのかな、うん、なんかいろいろありますからね今銀行とかからもね借りれるのが、うんうん、いやいやでもマグロおばさん頑張ってねはい本当にお金貯めなきゃな頑張って稼いで、うんうん、頑張りましょう、はい、さあこちら、はいこちらラジオネームは平川さんでいいかなはい、うんこんにちはカズさんサリーさんラジオ楽しいですね、うん、仕事の日はリアルで聞けないので夜に YouTube で聞きますおこの間カズさんの福岡ライブ行きましたおしみじみとしたいいライブでした、うん、また絶対福岡来てください PS 昨日ベスパ納車しましたよカズさんのステッカーどこに貼りましょうかということで、うん、お車ベスパってなんか俺も調べてみたわけ、うん、なんかあのかわいい、かわいらしいオートバイだねあオートバイなんですね、うん、いいねステッカースクーターっぽいのか、うんうんうん、株っぽいのかどこに貼れるかなうん一番目立つところに貼っちゃってはいお願いしますあ、うん、ヘルメットに貼ったらあ逆にいい ねヘルメットおしゃれかもねねいいかもしれない、うん、うんうんうんで福岡、うん、今回は久しぶりにライブハウスでやったんですよ沖縄料理とかそういうのじゃなくて、はいはい、もう沖縄関連は全く関係のないライブハウスでやったんですけども、うんライブハウスであると気持ちいいねあーいいですか音響も、うん、音響がもう全然違う、うん、だからもともとはずっとライブハウスでやってたんだけど、はい、もうちょっと沖縄料理屋でもやろうよっていうことになって、うんうん、まあ今いろいろやってるんだけどね、うん、やっぱりライブハウスって俺気持ちよかった確かにね、うんうん、で今回は10周年ということで、はい、今まで収録した曲を全部そのファーストアルバムか4枚目のアルバムまでの曲を歌ったんだけど、うんまあ、その結構、まあ、バンドでやる時とか行くぜとかそういうノリでやったりするんだけど、はい、今回はもう三振一本ということで、うん、なぜこの曲を収録したのかとか、うん、なぜこの、曲を選んできたのかとか、はい、そういうもう本当にレコーディングしたこのいきさつとか、うん、そういうのを説明しながらあいいですねなんか本当に笑いは一切ないよ的なしみじみですねそうこういうこんな曲高校でこういう感じでレコーディングしたんだよみたいなことを言いながら、うん、もう本当にねしみじみとした、うん、でもなんか真面目に喋ってるんだけど、うん、なんでか分からないけどみんなクスクス笑ってるんだよねなんでだろうねなんだろうねなんでですかね失礼なんだよね、おかしいこと言ったんだけどさ、うん、でもこの間この2年前ぐらいかなカズさんが、うん、浦添の、うんキッチン花笠かなギノワンだねあっちねあギノワンか、うんうん、でライブをするって言ってそれを見に行って、うん、でその時もなんかこの曲ができたのはっていうのを話しながらオリジナル曲とかも、うん、ぬちの花とかも喋りながら歌ってくれてあ感動してたんですよ、でそしたらあ感動すごいないい曲だなと思いながら感動してたら、うん、カズさんはキーボードの上に置いてた、うん、自分の島崎をキーボードにぶちまけるというねあったねそういうことね、はい、ハプニングを起こしててんやわんやでたけどね懐かしいね、はい、だからもう10年間だからもういろんなところ歌ってきましたよ、うん、そっか本当にね
そうですね。いやまたこれから10年頑張りますので、すごい、うん、また平川さんも福岡ね来た時にはぜひ遊びに来てくださいね、うん、はい、よろしくお願いします。ありがとうございます。そしてこちら、うん、松田様のラジオ、うん、リスちゃん、はいはいはい、ちょっとちょっと松田さん、うん、あんなにジムジム行ってたのにもうやめたの、うん、はあ、継続は力なり、お尻を見ると力が出るって言ってたのに何だったんですか。そうなんですよ、最近あの発見したことがあって、うん、あのジョギングしてる、うん、あの人がいるじゃないですか、はい、このマシン乗ってる人、ランニングマシンで、その後ろに実、うん、あの自転車があって、はい、でその限界の向こう側を、うん、このお尻を見ることによって走ってる方のね、うん、見ることによって俺は限界の向こう側まで行ってたんだけどでいざ僕もこのジョギングのマシンに乗って走ってると、うん、このガラスに、うん、自転車が反射して見えるんですよ。ああ、後ろに乗ってる人が見えるんだ。そうってことは俺がガン見してたガン見してるのもバレちゃうと、うん、僕はちょっとあの距離を置くようになったんですよね真後ろは危ないと真後ろは危ないし女性が走ってたらもう本当に遠目の自転車に乗ろうってなって遠目の一応は見るわけ、ね、そうだからあのもうなんていうの、限界の向こう側に行けなくなったんですよ。ああ、だからか、リスちゃんなんてインストラクターを目的で、うん、ずっとヨガ教室に通ってますからね。へえ、そうなんだどんなにトレーニングが辛くても、うん、インストラクターと付き合うまでは絶対にやめませんよ、うん、松田さんみたいにいい加減な気持ちではやってないですからね僕はって。まあそもそもいい加減だけどねこいつそう、本当にあのインストラクターの先生目的で行ってますからね、このリスちゃん ね下心全開だよね、はあ、もう下心、うん、そのまあでも自分だけで楽しめるようなね、うん、そうですね、範囲であれば全然それをこのなんていうのか原動力にしてね、そうして、うん、頑張れればいいんじゃない、うん、まあね、よんなよんなね、よんなよんな、はい、こちら、うん、名護さんでいいかな、はい、あれから出産やら、なかなか聞けなくてごめんね、うん、久しぶりに車でラジオかけたらサリーの声がしたから思わずメールしたさ、うん、頑張ってね。ちなみに私4人の母よということで、はい、これ私の幼なじみのお姉さんなんですけれども、うん、お父さん同士が同級生で、うん、もう小さい頃からずっと一緒に遊んでたようなね仲の